愛知電気鉄道で、は3300系電車とは、現在の名古屋鉄道の前身の一つとなる愛知電気鉄道が1928年に製造し、その後名古屋鉄道に引き継がれた電車である。半高鉄製電車であり、その車体の重厚さからオードスの異名で呼ばれた。名鉄で3300系を名乗る最初の車両である。本港では、 同系電動車のデハ三3600系、同系制御車のサハ2040型についても記述する。愛知電気鉄道は1927年に豊橋線を全線開通させた。そして1926年に製造した16メートル急班、高性セミクロスシート車である電7型電車を投入して、神宮前駅、吉田駅間、所要63分の特急と、 所要72分の急行運転を行い、競合路線である鉄道省東海道本線に対して優位に立った。これに続き、アイデンでは優等列車向けにより一層ハイレベルな車両を投入することを計画した。これによって製造されることになったのがデハ3300系である。同系車を含めて、計15両が製造された本グループは、アイデンにおける最後の申請者となった。 1928年に日本車両製造で両運転台電動車で破3300系6両、変運転台電動車で破3600系4両が製造され、翌1929年に片運転台制御車の左ハ2040系5両が増備された。片側に扉のレイアウトは在来型の電7型から引き継いだものの、それまで16メートル級が最大だったアイデンで、 本系列は初の18メートル級大型車となった。フラットな前面は正面貫通式で薄い丸屋根こそ愛電車両における典型であったが、天地方向のある程度大きな窓と比較的大柄なサイズによって金星の取れた外観に仕上がっている。ただし、高年地方施設へ譲渡されてからは塗装変更等によって幕板の広さが目立ち古臭さは否めなかった。 窓は2段昇降式で、窓、扉配置はデ型が F、e D D e、デ型とサハ3300型が F3E2D181D2E、デハ3600型と、サハ2040型が F3E2D181D3 であった。なお型運転台車は、デハ3600型が、下りの神宮前方向、サハ2040型が、上りの豊橋方向にそれぞれ運転台を、設置していた。 貫通扉は、デハ3300型と、デハ3600型が、内側開き戸、サハ2040型が引き戸を採用した。このため名鉄になってからは、サハ2040系の貫通扉に行き先表示板を取り付けることができず、貫通扉の左側に取り付けていた。車体幅が 2630mm でやや狭く、前頭形状が平面であり、 客用扉ステップ部の裾下がりが目立つ点を除けば、後年登場する名機鉄道デボ800型とは社長、扉、窓配置、広い幕板などが類似した車体である。車体と色は、当初アイデン標準のマルーン一色であった。車内設備は、固定クロスシートとロングシートを組み合わせた、セミクロスシートであったが、座席は、ゆとりがあり、当時の商船に当客車並みと言われた。 電動車の主電動機は、在来車と同様に、端子電圧 750V 時の1時間定格出力が 100PS を採用した。大型車体に比して、決してハイスペックとは言えなかったが、3730系、3770系、3780系の高参照、在来車との互換性を重視したものとみられる。 また当時のアイデンは、電動車比率が高く、良好な線形と、相まって、運転最高速度時速 95km 程度には、必要十分なスペックであった。台車はいずれも、当時一般的なオービコリベット組み立ての、イコライザー式である。デハ3306を除くデハ3300型と、サハ2040型が、日本車両製造の D16 で、 デハ3600系前車とデハ3306は、ボールドウィンロコモティブワークス製の BW84 から 30AA を装着した。後者は日本に多数が輸入された、BLW 製電車用台車の中でも最後に、来着した機種で、D16 を含む日本車両製造製、D 型台車シリーズのコピー元となった、ボールドウィン A 型台車の改良強化機種にあたる、 AA 型として確認されている範囲で日本に輸入された唯一の機種でもある。これらは同様の構造、機能を備えていたが、デハ3300系の D16 装着車と BW84 から 30AA 装着車で比較すると、後者の方が交渉事情が0.32トン軽かったことが記録されている。なお、デハ3300型については、 車体大型化に伴って事重が増大したにも、かかわらず、主電動機出力が電7型と同じに据え置かれたことから、車軸軸受けが原因の加速度抵抗の低減による、加速性能の改善を狙ってか、当時最新のローラーベアリングを備えた D 型台車を装着した車両が少なくとも1両あったことが、新造時にメーカーである、日本車両製造が撮影したカタログ写真で判明している。 派生型として、本形式を16.5メートル級に短縮した、形の地下鉄道で波910型がある。超特急、朝日号当初の目的通り、アイデンの特急、急行運用に投入される。商船のダイヤ改正が1930年10月1日に実施される直前の9月20日には、単線と急曲線区間があり速度向上の妨げになっていた。 ほった駅笠寺駅間の線形改良と伏線化が完成し、商船への対抗意識もあって、神宮前駅と与はし駅間の所要時間を、特急60分、急行70分に短縮する。さらに、特急のうちの一往復は、途中停車駅を特急と同じほった、しむしる率、東、岡崎、稲としながらも所要時間を3分短縮した57分とし、種別を、 超特急にして、朝日と名付けられた。その先頭には、朝日と波をかたどった、長方形のヘッドマークも取り付けられた。1930年10月1日の改正で、鉄道省は、名古屋駅豊橋駅間に、同区間を70分で走破する、準急列車を新設し、さらに、超特急と称される特急、円号を、東京駅神戸駅間で、運転開始している。 実際にアイデンと競合したのは3往復設定された準急列車であるが、アイデンは30から60分間隔で特急、または急行を運行したため列車本数に関しては優位であった。なお1934年12月の改正で、この準急列車は消滅している。1935年、アイデンは押し切町駅を拠点に、 名古屋の北西部へ路線を伸ばしていた名域鉄道と合併し、現在に至る名古屋鉄道が発足する。この際、朝日号は所要時間60分の特急へ統合された。1941年には車両形式番号、称号の整理が行われ、デハ3300型はも3300系、デハ3600型はも3600系、 サハ2040型は空2040型となった。同時に塗装もダークグリーンに塗り替えられている。1941年に太平洋戦争が勃発すると戦時体制下で輸送需要が増加したことからほとんどの車両がロングシート化され、さらに空襲の被災によって一両が消失し、終戦後には乗客の道徳後配もあって、 窓ガラスがほとんど失われた無残な姿になった。1947年には旧2 0 4 0型が電装化され、もう3600型に統合されている。その後、1948年には6 0 0トであった、救命機鉄道線の電圧が旧愛電線と同じ1 5 0 0トに昇圧され、1944年に線路がつながっていた救命機鉄道名機線と、 旧アイデントヨハシ線の新岐阜駅から新名古屋駅、神宮前駅とヨハシ駅間が名古屋本線となり、両路線間の直通運転が開始された。モ3300型、モ3600型は、同年に登場した3800系などの協力者に、本線の特急運用を譲るが、比較的大型であったことから、名鉄のほぼ各線で、特急、急行、普通列車用として、 後半に運用された。1948年8月に発生した大高和車庫の火災によりも3301.3304が車体を消失し、その使用機器を流用しても3750型が製造された。1950年には空2040型を改造したも3600型をも3610型と改版し、 さらに1952年にはもう3600型、もう3610系ともにも3350型と再改版された。その間、1951年10月にはもう3305.3306をも3301.3304と改版し空版を埋めている。しかし車体が老朽化、陳腐化したこともあり、 1965年にはもう3350系5両が伝送解除されて、制御者の区2340型となっている。捻出された伝送品、台車等は冷房府の車体心臓車3780系に転用された。そして1966年には3730系、3770系、3780系などに置き換えられ、 全社が名鉄での運用を終えた。も3300型、も3350系、区2340型は、その後、名鉄系列の中小私鉄であった豊橋鉄道、大井川鉄道、北陸鉄道へ譲渡され、それら私鉄に残存していた大型旧車両を置き換えて運用された。概要を記す。豊橋鉄道では、 厚み専用として1967年からも3 3 5 0系、区2340型が2両ずつの、軽音量投入され、足回りは、国鉄飯田線旧型車、雲葉14型の廃車部品に取り替えられた。も3350型はも1800型も1801.1802、区2340型は再伝送化されも1850。 型も1851.1852と、開盤された。4個モーターでは、時長が40トンを超え、当時の線路の軸重制限にかかるため、各社2個モーターとした。扉ステップが撤去されと色変更と合わせて、幾分軽快な外観となった。も1800型,型からも1850系の2両編成で、蘇生され、パンタグラフは2両とも固定連結側に搭載された。 1981年1982年には3扉可改造と全面非貫通過が施されて1997年の厚み線0下線電圧1500ボルト小圧まで使用された大井川鉄道ではもう3300型とも3350型が一両ずつ投入され足回りの国鉄型への交換が行われた上でもう3350型は 電装が外されてそれぞれも302系、508型とされた。その際、前面の貫通扉が埋められている。大井川本線で運用され、同社の有料休行、スマタ号にも使用されたが、1980年に後継車両投入で廃車となった。1966年から翌1967年にも3300計算両とも3350系1両。 区2340系3両の、計7両が譲渡された。主要機器については、北陸鉄道で廃車となった、旧型車両のものを転用している。形式、番号はもは3770系3771から3773、区は1720系1721から1724と改められた。大型であるため同社の朝ラッシュ時における、 急行、準急運用で威力を発揮したが、新型車両の導入に伴い1990年に廃車となった、豊橋鉄道1800系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。